吉田さん、郷ひろみがなんか右利きを左利きに変えたらしいですそんなことがヤフーのトップニュースになってましたこんなことでいいんでしょうか待機児童問題老後2000万円問題ロシア・ウクライナ問題そしてウイグル自治区では強制労働をされてそれによって太陽光パネルが作られ東京都はそれをバカバカ買う 最低ですね、東京都都小池都知事、まあ、こんなにね事件が多い中でね郷ひろみ利き腕を右手から左に変えましたヤフーのトップニュースちなみに記事はこう書いてますゴヒロミ僕は怒ったことがなないいスストレスを感じないのです年齢について郷ひろみは50代後半に差し替わった頃どんな60代にしようかと考え始めたんです 会社員なら定年退職を迎える頃だけど僕にはそれがないし逆にゼロから作り上げることもできるなと思ったんですね五50代にして新たなる挑戦定年退職がない挑戦の日々ですねストレスがないうんすごいですね郷ひろみねいってらっしゃい